里崎チャンネル。こんにちは。ゴールデンウィーク、皆さんどうお過ごしでしょうか。休日の方もいるでしょう。仕事の方もいると思います。ステイホームの方も、帰省している方もいるかもわかりません。ゴールデンウィーク、里崎チャンネルでぜひお楽しみください。いろいろあります。スカウト、ドラフト、過去のアーカイブ残ってますんで、ぜひステイホームの方は里崎チャンネルでお楽しみください。はい、さあということで、今日も月曜日、まあ試合がねありますけども、金土日3連戦総チェックやっていきたいと思います。さあ今週はですね、まずこのチームから。日本ハム対西武、4月30日1対5西武、そして5月1日5対4で日本ハム、そして5月2日の試合はですね、新型コロナウイルス陽性者、出たということでですね、試合が中止になってですね、まあこの動画が出てると思いますけど、今日からの 3-4-5、3連戦 ZOZO マリンで行うロッテ戦も中止ということになりましたけども、まず最初にですね、試合を振り返る前にですね、まあね、その選手、スタッフ、関係者の皆さんですね、早くね回復して、早期復活できることを心より、願っております。そしてですね、まあメディアなどでもですね、日本ハムファイターズ、球団を通して、コメント発表してますけどもですね、今の現状を考えるとですね、12球団、どのチームがねそういう感染者を出してもねですね、おかしくない状況にもありますし、まあ僕自身もですね、まあ東京のど真ん中にいるということを考えればですね、いつ感染してもおかしくない状況にいることは間違いありません。それはね、今ご視聴の皆さんも、そうだと思います。そしてですね、日頃ですね、皆さんもそうだと思いますけども、感染予防かなり気を使ってですね、気にしながら生活していると思います。しかし、気にしながらね生活してもなってしまうものはもうなってしまうっていうね、もうそこはもう仕方ないね、やるべきことをやって、感染予防に努めて、もうそこはね、あとはもうどうすることもできないっていうところもありますしですね、まあプロ野球も今後、12球団ともにどうなっていくか分かりませんけどもですね、皆さんまず、健康第一ではあります。日々の暮らしの中でですね、最大限できることをしてですね、なんとか乗り切っていきましょう。そして日本ハムの皆さんもですね、なんとか、頑張ってですね、回復に努めてですね、やるべきことは今までもやってきたと思います。それを引き続き、検証しながらですね、みんなと手をつなげてですね、なんとかプロ野球でシーズン全うできるように、頑張っていきましょう。さあということでいきましょう。30日1対5で西武ということですね。西武ライオンズね、3回裏ワンアウト3塁、石川ワンストライクからねスクイズね、でまあ記録はねホームスチールになりましたけども、高橋がね気づいて大きく外すが森反応できずね、後逸っていうことになりましたけども、まあこれね、サインじゃないと思うんですよね。しかもあのサインはですね、構え方見てると森が結構真ん中気味に構えてたんで、多分フォークだったと思うんですよね。それを高橋コーナーが三塁ランナーが走ったのが見えたんで、思い切って外したんですけども、さすがに、あれを取るのは高度な技術、あとコミュニケーション必要だし、練習も必要です。しかもまだまっすぐだったら取れたかもしれないし、アウトコース寄りの変化球ならまだ反応できたかもしれないけども、真ん中にフォークのサインを出して、ひょっとしたら思い切って叩きつけてワンパン来るかもしれないっていう準備の中で、大きくアウトコースに外されると、まあ高橋コーナーもよく気づいて投げたんですけども、正直あれは難しいですね。なかなか、簡単じゃないプレーだったと思いますね。そして4回表ね、ワンアウトで森がスリーベース。で中村がね、ワンボールからセンターツーベース。詰まってね、前進守備のと外野の間にね、落ちるっていうところで、そこで二塁までね、走塁したのをね、グワッツ。ナイス走塁っていうところになりますよね。で、その後ね、アイトがセンター前、タイムリーね、しかも送球間に二塁へ、グワッツ。こういうね、走塁のね、やっぱ辻監督がね、やっぱ現役時代もそうでしたけども、チームとしてその前の塁をね、狙っていくっていう走塁がね、ベテランでも若手でも浸透してるっていうところ、こういったところでね、隙を盗んでセカンドまで行くね、チャンスがあればセカンドまで行くっていう走塁、非常に良かったんじゃないですかね。しかもこの中村のね、セカンドまで行ったことによって、この相手のね、タイムリーも生まれてるっていうところで、相乗効果でね、素晴らしい、走塁だったと思います。グッツ。で、日本はね、5回裏、まだ2対1の状況でね、ワンアウト2塁。太田のね、センター前、セカンドランナー今がね、帰ってこれずということで、帰ってこれなかったかな、映像で見たけど、はっきり全部まで分かんないけど、あれ帰ってきてほしいなってね、別にバットとかグッドとかじゃないけど、帰ってきてほしいなって、見てて思いました。で、ワンアウト満塁になってね、ワンボールのサードゴロ、
ホームへね、ウーネンティング守備グアッツナイスハンド、ナイス判断ね。で、ツーアウトをね、近藤三振と、ここで最低でもね、追いついてればひょっとしたら一気にっていうところもあったんでね、ここがちょっと日本ハムにとったらキーポイントだったかなと。あと9回思ってね、ツーアウト一三塁で、一塁ランナー若林盗塁ね、捕手石川三塁スローで、あ、面白い、多分サインプレーね、三塁ランナーが山田っていうところで、ひょっとしたらね、ツーアウトダブルスチールもあるっていうところで、サードにね、間髪入れずに投げて、まあ山田がね、すぐ気づいてね、戻ったっていうところはありますけど、非常に面白いプレーだったかなと。あれはね、ロッテの時もそうでしたけど、あるんですよ、一三塁のサインプレーでね、非常に面白いね、思い切った作戦だったかなと、思います。そして5月1日ね、5対4で日本ハムの勝ちっていうところで、西武はね、もう試合展開完璧ね、森中村休ませて、代わりのね、告げ3打数1安打で好リードで、3塁に張ってね、スパンゼンバーグ3打数1安打1ホームランで、 DH に入った栗山が4打数1安打と完璧な試合展開。6回表ね、山田がレフト前でね、鈴木がバンドで送って、若林がねボークね、この時にボークでね、ランナー二塁に行って、で7球ね粘ってフォアボールで、源田がねワンアウト一三塁で、そうそう、ランナー二塁からボークで三塁行ってね、でフォアボールで一三塁で、源田が、ね、バタバタしてるね、ボークになってフォアボールになって、わバタバタしてるっていうところで、初球スクイズグワーッと、作戦も素晴らしいですね。で完璧に源田も決めて、グワーッとナイススクイズね。でね、ダメ押しで8回スパンジェンバーグホームランね、これ逆球ね、あ、逆球でインコース厳しいところになったのにね、しっかり打ったっていうね、ナイスホームランだったし、9回表ね、ウーネンティーツーベースで、次がバンドで送って、山田がセンター前タイムリー、ガーッツでね、本田、トガメ、竹熊、ギャレット、タイラとね、素晴らしいリリーフ、完璧な試合展開。しかし試合はまだ終わりない。9回ね、増田登板、全体的に状態ちょっと突っ込みながら、リリース早かったかなと。そのためね、ちょっと球にね、抑えが効かず、抜け気味でね、ちょっと力が半減して高めに行ったところを、平沼がね、今季初のヒットを打ったり、なかったね、ツーランホームランでね、太田が続いてっていうところでね、逆転。最後、杉谷の落ちたフォアボール。こういった時に、杉谷。ね、まあ、今ね、日本もチーム状況苦しい中でね、こういう時こそね、杉谷のキャラクターがね、絶対生きると思うんでね、しかもベンチからフルだーっていうね、声、まあ、杉谷に対してらしいけどね、でもそういう声が出てるっていうこともね、チームとしてはなんとか頑張っていこう、チーム一丸として前向いていこうっていうところがね、伝わってきますし、この逆転劇っていうのはね、非常に大きかったんじゃないのかなと。まあ、日本ハムはね、まあ、今日から3連戦、まあ、試合は中止になりますし、今後ね、濃厚接触者も含めてどういう展開になってくるかもわかんないですけども、まずはいる選手だけでね、チーム結束して、しっかりとしたね、野球、戦い、まあ、それをね、出場する選手はね、逆にチャンスと捉えてね、頑張ってもらいたいと思いますね。逆に西武はね、完璧な形を持ってね、松田で逆転負けっていうところはね、痛い敗戦になりましたけども、辻監督がコメントでね、守護神は増田。ね、この一言がね、増田を勇気づけて一番の後押しになるから、次の登板時にはね、増田は素晴らしいピッチングをね、やってくれると思うんで、ぜひ期待してもらいたいと思います。ということでね、2連戦になりましたけど、以上、日本ハム対西武ね、1勝1敗でした。さあ、続いて、楽天対ロッテ。30日8対1で楽天、そして5月1日3対0で楽天、そして5月2日5対6でロッテ、楽天の2勝1敗の勝ち越しっていうね、試合展開になりました。30日の試合ね、うちとトゥエルビの副音声でね、解説させていただきましたけども、涌井がね、今シーズン四死球ね、少なかったけども、2回表ね、ワンアウトからレアードライト前、そして井上フォアボール、エチバリアフォアボール、そしてなんと岡にフォアボールでね、押し出し。これは非常に珍しかったですね。だもし、エチバリアのね、フォアボールは、やっぱ初対戦っていうところで、ちょっと警戒すぎたかなと。で、まあ、ピンチっていうところでね、これもしピンチじゃなかったら、もっとインコースを使いながら、幅広い投球できたけども、まあ、前半のピンチで、どうなるか分からへん。長打も打つかもしれない。なかなかインコースも厳しくつけない。アウトコースの出し入れ甘くなったら困るっていうね、これちょっと悪循環が、フォアボールにね、なったかなと、っていうところがあります。ちょっとね、抑え効かず、抜け気味のね、球も多かったですし、ちょっとコントロールつかなかったかなっていうようなね、立ち上がり見えました。でも、ここでね、一失点で踏ん張れたのはね、さすがって言うと一言ですよね。逆にロッテは、その後ね、佐藤いい当たりだったけど、ショートライナー。で、荻野がね、セカンドフライ。ここで、もう2、3点。だ全部でね、2、3点。あと1点か2点。
欲しかったかなと。そうすればね、大きく試合展開ね、変わったかなというところで、まあ、ロッテはもう一押しできず、和久井はね、よく踏ん張れたかなと。続いてね、ワンアウトから岡島がセンター前でね、盗塁、盗まれる。で、ツーアウト二塁でね、辰巳のショートゴロ、エラー。井上、三塁、フライ、落球。しかもノータッチ。で、西って、バーッ!エチバリアと井上に、バーッと。これね、もう、まあ、岡島のね、盗塁盗んで走るっていうのもね、素晴らしかったし、まあ、ツーアウトっていうところでね、まあ、佐藤もね、結構いいスローイングしましたけども、まあ、完全にね、タイミング間に合わずっていうところで、素晴らしい盗塁。でね、ショートゴロ。エチバリアね、守備、この試合の全部の守備が、全部後ろに下がるんだよね。前に来るんじゃなくて、全部後ろに下がって、まあ、井口監督のコメントでは、とではイレギュラーって言ってますけど、映像で見るとそんなイレギュラーしてるようにも見えないんだよね。でも後ろに下がるからミスっていうところでね、しかも守備が自信あるっていうところで、このタイムリーエラーはね、まあちょっとねっていうところはありましたけど、まあ初出場っていうところでね、ちょっと緊張感もねあったのかなっていうところもありますけども、その上のね井上、まあ、結構ね風がライトからレフトに結構強く吹いてて、まあでもさすがにロッテ、ゾゾマリンでやってるロッテが、まあ球場が違ったらね、若干風のあれも違いますけども、ノータッチで落とす。バーッと。しかも西って。これはちょっとね、厳しかったですね。で、3回裏で、ね、鈴木大地センター前。で、浅村がね、ライトフライでワンアウト。で、島内の時にね、ワイルドビッチね。これキャッチャーね、止めれない。バウンドが顔ぐらいのとこ行ったんで、肩より上にバウンドしたらもう止めれない。ね。で、その後、ディクソンが右中間にスリーベース、2打点。ヘッドスライディング、サードにね、うまく避けながらヘッドスライディングね。あのヘッドスライディング、ガッと。うまかったですね。4回裏ワンアウト2塁で、太田がね、タイムリーツーベース。これでちょっと勝負あったかなっていうようなね、展開に見えましたね。まあ、8回裏ね、ピッチャー同様の時に、ダイソー無駄ができてて、ね、盗塁目撃で、初球にね、盗塁される。で、ツーアウト一三に、その後ね、辰巳にね、盗塁されるっていう。クイックも遅いし、盗塁も警戒してないし、ちょっと全体的に、隙つかれてるだっていうところはね、あるんで、まあ、ちょっとピッチャー陣もね、含めて、そこら辺はね、修正していかなきゃいけない、試合展開だったかなっていう、感じもしましたし、まあ、枠井がね、前半で踏ん張ったっていうところもありますし、ちょっと守備のミスでね、8点取られたっていうところはね、ちょっと流れとしては最悪なロッテのね、試合になったかなと思います。続いて1日ね、3対0で楽天の勝ちということでね、ここはマー君が、投げましたけども、ロッテはね、11残塁、チャンスは作るもね、1本出ずっていうところで、まあ、マー君としてはね、この1、まあ、1番の得点機はね、2回表、角中デッドボール、レアード三振、で、エチバリアがね、初ヒット、エチ、グワッツ、頑張れ、ね、で、ライト前打って、で、岡がね、このワンアウト1塁から、見逃し三振、で、エムラがね、9球粘って、結構踏ん張ったけども、最後三振というところで、ここで1本出てればね、まだ違った展開になったかなと。あと、まあ、エブラの場合は、3ボール1ストライクからの、ほぼど真ん中のストレート振ってほしかったね。あそこ、エムラに、申し訳ないよ。言い方厳しいよ。エムラに変化球はないよ。あそこ思い切って言ってたら、まだ違った展開ね、なったかなっていうところもありますし、まあ、11残塁、チャンスは作ったんだけど、まあ、でもね、そのね、得点圏になると、俺の現役時代の時もそうだったけど、マー君はスーパーマー君になっちゃうんだよね。そこでね、しっかり抑えるっていうね、このランナーいない時とランナーいる時でね、ギアを変えるっていうところのね、強さっていうのもあるんでね、まあそういったところが、まあやっぱこの11残塁にね、なったかなっていうところもありますし、まあ楽天もね、チャンス多くなかったけども、そこの少ないチャンスをね、生かしたっていう試合展開でしたね。まあ3回裏ね、太田がセンター前ヒット、で、小深田バンドで鈴木大地センター前、で、浅村レフト前タイムリーヒット。っていうところでね、まあしっかりね、この9番からチャンスを作ったっていうところでね、やっぱいい打線の巡りになってきますし、まあ、鈴木大地の状態がね、上がってきたっていうところも、楽天にとってもね、打線が点と点じゃなくて線で繋がっていくっていうようなね、いい流れになってきたかなと。まあ4回裏ね、岡島のライトへのツーラン、初球ね、フォークボール、若干甘めに入って、まあ2球も全体的に悪くなかったんだけどね、そのワンチャンス、一球をね、仕留められたっていうところでね、まあそこは楽天の打者のね、グワッとパーンってね、一振りっていうところをね、集中打、生きたかなと。で、全体的にロッテはチームオーダーで、多分変化球、まあ、そこの前までの試合でマー君は大体7割ぐらい変化球だったんで、その変化球っていう意識をチームオーダーとして持っていったと思うんだよね。だから結構変化球はアウトになってるのもファールとかでも結構タイミングあってロッテ打線は全体的にいいスイングできてたし、際どいところの変化球を振らないっていうね、その見極めっていうのも非常にできてたんだけども、まあそこをまあ田中そして太田のね、このバッテリーが
見極めてっていうかね、それを見てっていうところで、この試合はですね、ストレートがそれまで3割だったのが 40% に増えたんだよね。で、あとはスライダーが減ってカーブが増えたんだよね。そういったことによって相手バッテリーが持ってきた作戦の上回って配球を変えていって相手にアジャストされないようにするっていう、この共同作業としての、まあ、マークの力っていうのも素晴らしいし、あと太田のリードっていうところも相手が狙い球を絞ってきたところを見極めてその反対を行くっていうところが非常に生きた、試合展開だったんじゃないのかなと、思います。まあ、ロッテがねやろうとしていることも見えたし、それをね上回った楽天バッテリー非常にねゴッパンとね。で、5月2日、はね、この試合、まあ、早川ね、鈴木の、東京六大学、早稲田大法政のね、ルーキー対決になりましたけども、この試合の一番の注目ポイントは、両者に言えるんですけど、こちらです。早川、対左打者、被打率3割4分、対右打者2割2分2厘、鈴木、対左、被打率3割1分9厘、対右、1割5分6厘と、お互い課題が、左バッターを抑えられない。で、ここでね、ロッテはエチェバリアじゃなく藤岡を出してきたっていうところでね、で、またこの左がチャンスメイクするっていうね。で、ロッテはね、6回、このレアードのね、スリーラン。ここがね、まあ、レアードはね、グワッとね。で、しかも、その前まで1打席目、チェンジアップ。で、2打席目もチェンジアップで、レアード抑えてんだよね。だから多分、あのピンチの時も、楽天バッテリーとしたら、このチェンジアップで抑えたいと。で、追い込んで、チェンジアップアウトコースの低め、コースも高さもボール気味に投げて、で、まあ、スリーボールできないと。ね、チェンジアップ甘めに行ったところをね、レアードに、仕留められたっていう形になりましたけども、あのもう一個前のチェンジアップを、コースも高さもボールじゃなくて、ベース板の上に、低さでボールを出しとけば、ひょっとしたら振ったかもわかんないね。ちょっとコースも高さも欲張りすぎたかなと。あと1打席目、2打席目、そのチェンジアップで抑えてるっていうところで、チェンジアップに頼りすぎたっていうところ、で最後甘めに入った。一番行ってはいけないコースに行ってしまったっていうね。まあそれを仕留めたレアードも素晴らしいですけども、まあそのね、流れがちょっと微妙に狂ったかなっていうところはありますよね。で、まあね、この7回裏ね、この鈴木のセカンドゴロね、中村バーンエラーからね、で、浅村がセンター前ついてしまううちのね、ワイルドピッチっていうところで、まあここでね、ディクソンのね、セカンドゴロっていうところでね、まあ一時ね、いい形で楽天も、まあ、作ったんだけども、最後はね、松井が、オギトにね、勝ち越しのホームラン。まあでもあれは仕方ないね。あれを文句言ったら、もうストレート投げられなくなるからね。で、まあここもね、無失点できて、まあ松井はね、初失点になるんだけども、あれはもう打ったね、オギの、ビッグゴーツ。ナイスホームラン。まあそれまでね、ちょっとチャンスで凡退してたりとか、いいところが出ずね、まあ最後の一本ね、よく仕留めたかなっていうところもありますし、まあやっぱ早川鈴木はね、ちょっと左バッターをもうちょっと抑えれるようにやっていかないと、今後ね、ちょっと伸び悩むかもしれないっていうところもあるんで、まあその対策法としては、まあ早川ね、もうちょっと左バッターにインコース、ストレートをしっかり投げていく必要があるし、右バッターと同じようにチェンジアップもね、別に真ん中くらいでいいんで使っていく必要があるかなと。あと鈴木に対しても、まあ右バッターにはね、あのツーシームっていうところが非常に生きてくるんですけども、まあただ左バッターに対してあんまり使わないんで、もっと左バッターに対してもツーシーム、インコースのストレートなどをもっと練習して使っていくと幅が広がる投球ができるんで、このね、早川鈴木両投手ともに左バッターへのインコースをどこまで投げれるかっていうところは今後の課題になってくると思うんで、ね、ファンの皆さんは次回登板ね、対左にどういう投球配球をしてくるのかっていうところを注目して見ていくとね、面白いと思いますし、あと対戦チームの打順がですね、左バッターがどう並んでくるのかっていうところをね、見とくのも非常に面白い展開になってくると思います。ということでね、3連戦2勝1敗で楽天の勝ち越しになりましたけども、まあ、ロッテはね、今日から3連戦、日本ハムとの試合が延期になるということで、まあ、どういった調整をしながら、次の試合にね、持っていくかっていうところも注目したいと思います。続いて、オリックス対ソフトバンク、30日5対4オリックス、そして1日13対0でソフトバンク、そして2日5対4でオリックス、オリックスの1勝1敗で勝ち越しっていうね、試合展開になりました。まあ30日の試合ね、ソフトバンク1回ね、打順6番に上がった回がね、ツーアウト満塁からレフト前2打点ガーッ、しかも2日の試合5番バッターガーッ、いいね、キャッチャーでもクリーンアップっていうのはね、非常にソフトバンクだったらどうなのかな、城島以来とかになっちゃうのかな、非常にね、バッティングでの活躍期待します。そしてね、3回裏吉田がね、セカンドゴロエラー、これ普通のね、セカンドゴロ、シュート、バーッとね、打率もね、この30日の試合現状ではね、1
1割9分8厘、盗塁4とね、苦しい、ね、状況は分かりますけれども、苦しい敵をとね、当たり前のプレーを当たり前にしていくっていうね、特にね、守備とかね、走塁っていうのがシュートの塁なんでね、そこら辺をしっかりね、頑張っていくことが、このね、上がってくる球場になるんで、そういったところはしっかりやってもらいたいなと思います。で、その後、ワンアウト2塁になってね、オリックスもや、ライトへのタイムリー。こういうところをね、しっかりついて得点していくっていうところはね、非常に大事。もや、ガッツ。ね。で、4回表ね、ミスで流れ悪い中に、すぐね、ワンアウト満塁から今宮がね、センター前2点タイムリーでね、ぐわーっと、ここでね、しっかり取っていくっていうところもね、こう流れ悪いけども、そこをね、持ってくるっていうところも非常にね、素晴らしかったかなと。で、その後ね、ワンアウト、一三塁になって、シュートがね、初球、セーフティースクイーズ。ね。でも、ほぼね、真ん中だったけど、芯だったら大ファールっていうね。だから多分、打席の中でもタイミング合ってないけど、そこだったら、バントもタイミングがね、だからバント上手い時ってバッティングの調子がいいんだけど、バッティングの調子も悪いから、バントもね、調子悪いっていうところで、まあね、ここが、で、その後ね、セカンドフライト、まあ、チャンスをね、潰す形になったけど、ここでね、もう一点取ってればね、状況は分かんなかったかなっていうね、いうところもありますし、まあこういったところをね、しっかりと積み重ねてね、シュートはね、頑張っていってもらいたいなと思います。その後ね、柳田がサードライナーでね、終わるっていうところでね。でね、オリックスはね、7回表、グラシアルね、サードゴロ、宗、守備、ガーッと、ね、素晴らしいプレーだったかなと。まあ、宗、もう守備固めいらないんじゃない？結構いいプレー、俺は見てると思うけどね。で、宗が守備でいいプレーしたら怖いっていうジンクスが、サズダキの中にありますね。9回裏トングがねフォークボール難しいところをねレフト前打って、で紅林がねまたフォークちょっと抜け気味にインコース来たところをねしっかり肘畳んでねコンパクトに振って詰まりがながらもねしっかり振り切ってからね抜けていくっていうところでねガーッ。しかもここでね普通バンドするかなと思って見てたらバンドせず同点じゃなくて一気に逆転するよっていうベンチの采配がいける。ガーッでねノーアウト一塁になって山足、スリーバント失敗。バーッ！いい流れが流れ切っちゃう。それを切ったのを、もう一回つなげたのが宗。ぐわーっ！ねえ、しっかり、レフトでのタイムリーツーベースで、オリックス、さよなら逆転勝ち！ねえ、やっぱね、いいプレイした後のね、宗はね、怖い。ねえ。で、それに、やっぱつなげたのは、やっぱ8回裏の吉田。モイネルはね、スライダー、ストライク、で、ストレート、空振りでストレートスライダーファールファールでカーブボールになってチェンジアップボールになって勝負球のチェンジアップね粘って粘っとしてコントロールミスね若干高め打ったけどあれをレオライトスタンドに打てるのはもう吉田だけよ。よしってガーッあのホームランでもあのホームランの1点がね結局は最後のねサヨナラにつなげたっていう非常に、素晴らしいホームランだったかなと。オリックスね何気に忘れてはいけないのがこのウルシャラ低めにめちゃくちゃいいストレート投げて素晴らしいピッチングガーッこれを続けていけば守護神でもいけると思うね。まあ今日の試合はね能見がね投げてセーブね今日の試合とか5月2日のね試合は能見が投げてセーブ取りましたけどウルシャラのねこの30日のあの低めのストレートをね続けれたあれをね続ければ非常にいいピッチングができるんでねぜひ続けてれるようにね頑張ってもらいたいなと思います。で5月1日ね0対13でソフトバンクね先発全員安打ソフトバンクガーッしかも初回シュートセーフティーガーッ、ね、打てなかったセーフティーで出るっていうね非常にナイスアイダー。しかもね前日エラーしたりバンドできなかったミスがあったのに1日で修正ガーッ。やっぱそういうのはねやっぱレギュラーになっていくのは大事よ。そういったところでしっかりね補えてね切り替えてできるっていうねこのシュートのね素晴らしさグッドポイントね。でまあ先発全員安打でね結局13点最後ね今宮が打ってね、まあ、オリックスはね初回無失点回のねサードエラーね打球紅林ね2回も後逸してエラー2個バーッとね。まあこの初回の満塁の回のやつも三塁ランナーのタイミング見てたら逆シングルじゃなくてあそこは正面で取ってホーム投げてもいけだと思うんだよね。ちょっと軽いプレーに見えたしその状況の判断がねもうちょっと大事かなというところになります。でまあマルティネスね先発点差もあってすっごいよく見えたっていうかよくしか見えなかった。でもこれが本当かどうかわかんないからちょっと点差もあったしね安心どころもあったと思う。だから評価は次回登板です。ツーシームカットボールすごい良かった。すごいいいピッチャーに見えた。次回。でもまあ、ここでね、ちょっと、ソフトバンクもね、先発投手陣が苦しい中で、このマルチネスのね、好投っていうのは非常にね、頼もしく、心強い存在になっていくんでね、次回登板もぜひ期待したいと思いますし、次回登板もね、要チェックしていきたいと思います。
そして、5月2日5対4でねオリックスの勝ちというところで、まあ、ここでね一番注目したのがねソフトバンクの松本。非常に立ち上がりはね腕も振れていい形のピッチングできてたんだよね、基本的にはストレートカット、まあ、スライダーがね中心的に投げてたけども、このね注目したのは対右バッターにもう逆球以外は全部外ね、まあ、それで抑えれてたから、まあ良かったんだけども、まあ終盤ね、ちょっと狙われたかなと。5回裏ね、ワンアウトから太田、外のストレートライト前ね。で、宗、初球ね、フォークボールが甘く入ってきたところをホームラン。で、6回裏もう杉本にね、初球アウトコースのストレートをライト前。で、もやにね、2ストライクからフォークボール、もうコントロールミスね、あそこ叩きつけるぐらい低くいかなきゃ。ね。で、あれをライトにホームラン。ね。で、ロメロにもね、外オンリーで、まあ、ここは三振。で、紅林にも外オンリーでピッチャーゴロ。で、その後、伏見にね、スライダー、ホームランっていうね。で、ホームラン4本で、まあ、5失点っていうところなんだけども、ちょっと、まあ、これ俺の気のせいかもわかんないんだけど、試合もう一回見れる人は見てもらいたいんだけども、4回の50球、55球目ぐらいから若干腕の振りが鈍くなってきたんだよね。で、全体的に緩くなってきて、ちょっといいボールと悪いボールの差がちょっと激しくなってきた。で、全部ちょっとアウトコースに偏っていく。で、オリックス打線は多分アウトコースを狙ってきてるような気がしたんだよね。で、まあ、それでいいピッチングできてたし、だからまあ、次回登板がもしあるんだったら、もうちょっと右バッターにインコースのストレートを使えば、もっとあのカーブとかスライダーが生きると思うから、もうちょっとそっちを使いながら攻める方がいいと思うんだよね。あと55球ぐらいで若干腕の振りが悪くなったのは、あれはなんだかなっていうのも、ちょっと修正していかなきゃいけないんで、まあ、そこもね、ピッチャーの、感じを見て、ちょっと修正していくとともに、ちょっと配球的にも、まあ、前半そこで抑えてたから悪くないんだけど、その腕の振りが鈍ったのか、アウトコースを意識されたのか分かんないんだけども、もうちょっとインコースのストレートを使いながらやると、もっと生きるかなと。あともうちょっと腕を最後まで振れると、いい展開になれたかなっていうようなね、感じが非常にびれました。あとね、このオリックスは、リリーフをね、どうしていくかっていうことがやっぱり今度ねベンチの課題になってきますね。さっき言った漆原ね、低めのストレート非常に良かったなって思うし、能見がね抑えた、で富山はねまあ打たれながらも最後粘ったっていうね、まあ若干後ろのね選手でディクソンがちょっともう来日できないんじゃないのかっていう情報もありますし、ちょっとこのね後ろのねやっぱ後ろバタつくとねあれなんで、ちょっと後ろをこれどうやってねまあやっていくか、まあ今後の試合もね注視して見ていきたいと思います。ということで結果ねオリックスの2勝1敗の勝ち越しでした。続いてセリーグ、DeNA 対ヤクルト。ね。30日4対0でヤクルト。そして1日10対2で DeNA。そして2日8対7で DeNA。DeNA の2勝1敗で勝ち越し。ということは、DeNA は先週は1、2、3、4、4勝2敗。1週間でも勝ち越しってね、いうところになりました。まあね、30試合4対0でね、ヤクルトっていうところで、まあ DeNA はね、2回、坂本がね、村上の打球直撃で、まあ交代。で、その後ね、三上、石田、シャッケルフォード、砂田、平田とね、緊急登板だったけども、4失点でしのいだっていうのは非常に良かったと思うんだよね。しかもシャッケルフォード、打たれたけど、安定してるし、この試合見てても、いいピッチャーなんじゃないのかなっていうところもあったんで、まあ今後どうなっていくかね、まあ見てみたいと思いますけど、なんか良さそうなね、感じはします。シャッケルフォードね、佐々木的には。で、まあ結局ね、その4失点しないんだけど、やっぱり打線がね、0点ではさすがにきついかなと。ヤクルトはね、古賀がレフト前ヒット打って、金久保がバンとして、で、塩見のね、ショートゴロ、ね、二塁ランナー古賀飛び出し、バーンと。あれは飛び出さないよ。ね。で、その後ね、DeNA、ランダムプレイ、バーンと。牧宮崎。ね。投げるの早い。しかも牧が投げて低投。で、もう、キャッチボール状態になって、で、塩見がね、セカンドへ。まあ、ここでね、まあ、ここがまだね、粘れたっていうのはね、非常に、グワッと。思ったんですけど、あれ飛び出したらダメ。で、まあ、結果的にね、古賀と塩見のランナーが変わったんで、塩見の方が足あるから、まあ、良かったんだけども、でもああいうのやってると、大事なところで失敗するから、まあ、しっかりここはね、古賀の、走塁っていうのをね、しっかり練習してね、修正していかなきゃいけないなっていうところもあります。で、その後ね、2アウト2塁になって、青木がね、ショート内安打。ヤマトね、懸命なプレーで、行ったけども、あれは仕方ないね。あれは無理。ちょっとピッチャー触りながらの後ろもね。で、その後山田がね、センター、ツーベース、2点タイムリー、ガーッと。ね。こういったところをね、しっかりね、決めきれるっていうところが、最近のね、ヤクルトの強さになってきたのかなと。で、ヤクルトはね、金久保、他のバッテリーね、すごく偏った配球するんだけども、その配球がね、すごい面白いの。初球からね、もうずっとストレート。桑原にストレート投げて、
次の、大和にも、6球連続ストレートでライト前打たれるんだけども、その後オースティンにも、ストレートで、今度佐野になったら一気に変化球ばっかりフォークばっかり投げて、で今度またね牧になったらスライダー2球か投げただけでほぼまたストレートで、2回今度1点ね宮崎になったら全部スライダーで、その後また外になったら今度全部ストレートで、峰井も全部ストレートで、3回は山下に対して、全部変化球で、また今度、小原に対して初球フォークボール投げて、あと全部ストレートで、大和は1打席目ストレートばっかりだったんだけど、今度2打席目ほぼ変化球で、オースティンはまあストレートとスライダー投げて、で佐野に対してはまあ半々ぐらいっていう、見ててめちゃくちゃ面白かった。しかもそれで0点に抑えてるし、結構相手はね戸惑ったんじゃないのかなっていうところもあるし、ちょっと偏りすぎててね、だからこう面白かったね。でもそれでね抑えたらいいんだから、そういったところでもし次もその金久保と古賀がもしバッテリーを組むんだったらどういう配球するのか、ぜひ皆さんもねチェックして、そういうところを見ておくと面白いですよ。だって全部ストレート全部変化球ってなかなかないからね。でも結果的に抑えてるってことは素晴らしいっていうところだから、まあ、次回のね登板どういうピッチングするのかもねさらに注目したいと思いますよね。でまあヤクルトはね6回表オスナがねインコース厳しめのところねレフトへツーベース、あれできるんだったらインコースも攻めづらいよね。でその後サンタナがね、スライダーホームラン2打点グワッと、まあ、一気に試合を決めたっていうね展開になりましたね。で続いて5月1日、まあ、10対2で DeNA っていうところで、まあ、DeNA はね長川がね2回3分の2で交代でね、その後まあリリーフがしっかり頑張るんだけども、3回表ね2アウト1で塩見のね、ショートエラーね、あれ外止めてほしいね、まあ、タイミングもセーフだしそれてたし、ちょっと軽いねグラブだけでいって、あれちょっと体だけでも止めてほしかったなと。ヤマトも懸命のプレーだったけどね、あれは俺は外に止めてほしかったなって思うね。でその後2アウト2、3塁になって中村がねレフト逆転2点タイムリー、山田フォアボール村上フォアボールで、ここでね交代国吉でオスナをねしっかりまあ打ち取ったんだけどもね、こういったところで2番の中村グワッとめちゃくちゃ機能してるよね、非常にいいんじゃないのかなと。ヤクルトはね、で4回裏、ワンアウトでね、佐野ツーベース、で、牧ね、ショート、西浦エラー、バーッと、ね、宮崎、センター、犠牲フライ同点。まあ、こういったところもね、しっかり犠牲フライでね、点を取るっていうところも素晴らしいけども、もうミスの応酬なのよ、この日は。で、6回裏、オースティンがね、センター前。で、佐野のレフトフライ、青木落球。ちょっと目切ったかな、あとちょっとフェンスが気になったっていう感じも、なきにしまらず、見てたらね。で、その後、牧バンド。ピッチャーゴロね、高梨ファンブルね、ちょっと焦ったかな、先の塁狙おうとしてね、でピッチャー交代ね、近藤で宮崎三振、外三振ね、で倉本、センター前2点タイムリーで、7回ね、6点取られて勝負あったかなと。でまあピッチャーね高梨ちょっとコントロールね甘めでちょっと真ん中入ったかなと、いつものみたいなねきっちりきっちり投げるっていうところはちょっと今回なかったかなと。で全部まあ真ん中目に入って、まあそこを仕留められるっていうところも、ありましたし、まあ、DeNA はねなんといっても中継ぎ陣非常に頑張ったかなと。まあ中川ね2回3分の2で交代して、その後ね国吉、エスコバ、砂田、シャッケルフォードね、そして三上と非常にね中継ぎが頑張って試合を締めたかなと。でまあ7回ね1球6点でまあ勝負あったっていう形で、まあどっちもがねミスが多かったなっていうところで、まあ最後ね致命的になったのはヤクルトのミスで、そこをね突き込んでしっかりね打ったっていうね、クラブとガーッとねナイスバッティングだったかなと。でまあ5月2日の試合ね8対7ねルーズベルトゲームっていうやつでね、最も面白いっていうね、でもやってる方は最も大変っていうねところでしたけども、まあ、この日もね DeNA の中継ぎ陣がね非常に頑張ったかなと。エスコバー、山崎、三島ね、山崎も非常にストレート力が出てきたし非常にいい感じで投げてるんじゃないのかなと。であとやっぱりエスコバーがねチームに合流したっていうところもやっぱりいい影響しかなかったなと。あと坂口がね、まあちょっとドクターっていうかね、トレーナー出てきて降板して、ちょっと先発陣怪我が多いんでね、そこら辺が、心配かなと。あとまあヤクルトね、こんだけ点取ってエース小川が6失点はきついね。小川、激励の意味を込めて、バーンね。やっぱここはエースはしっかりやっとかないと、こんだけ点取ったのにエースが投げてる試合で、やっぱ負けるっていうのは非常にきつかったかなと。あと、桑原ライトへの勝ち越しタイムリーっていうかホームラン、ぐーっと。素晴らしかったかね。今週もね桑原非常にいい活躍だったかなと。戸柱2本ホームラン、ガーッとキャッチャーが打てばこういう展開になります。
ね、いろいろ難しく厳しいとこで、ね、あるかもわかんないけども、まあ、こういったところでの活躍、3打数2安打4打点2ホーマーね、まだ打率は1割台だけども、こういうのを積み重ねてね、頑張ってもらいたいですね。で、まあ、ヤクルトもね、でもサンタナもホームラン打って非常にいい形もできてきてね、まあ、点は取ってけどね、負けたっていうところですけども、まあ、こういったね、試合を続けていけばね、明るいね感じも見えてくるし、まあ、DeNA はねもうこうやって打ち勝っていく野球っていうのを、まあ、やっていく必要性があるかなと、まあ、外も4打数2安打打ってね、でオースティンも3打数1安打と、まあね、やっぱこの両外国人がしっかり打てば DeNA はねこっから DeNA の逆襲始まるっていうね可能性もあるんで、まあ、あとヤクルトはねピッチャー陣さえ頑張ればねなんとかくっついけるんでね、小川にはねエースとしての意地を次回登板ね見たいと思いますね。続いて、巨人対中日、こちらは2連戦です、4月30日2対3で中日、そして1日6対9で中日2連勝ね、30日の試合はね3対2で中日でしたけども、巨人ね1番梶谷4打数2安打、いい形だったんだけども、それに続く坂本、丸、岡本ノーヒット、しかも坂本2三振、丸2三振、岡本3三振、計7三振で、丸は2併殺っていうところで、まあ、チャンスをね広げていくことができなかったっていうね、中日柳ね7回113球4安打9三振3四球2失点とね、まっすぐカットスライダーコースね高低チェンジアップで緩急ゴッペッチ非常に良かったかなと。で、まあこのね坂本丸岡本をしっかり抑えて、まあ6回ね、まだほぼピンチなしっていうね、非常にいい戦いがね、ピッチングできたんじゃないのかなと。中日はね、2回表ビシエドのね、インコースのストレート弾丸ライナーでホームラン。ぐわっと、ビシエドが上がってきましたね。で、まあ中日ね、2回表、ワンアウト1、3塁でね、ネオン打球で、サードスモーク、ね、エラー、ね、1塁ランナースタートしてたんで、まあ、ダブルプレイは無理だね。で、3塁ランナーはゴロゴーだったと思うから、まあ多分ホームも、まああの逆シングルにとってホームっていうところで、こう難しい問題でね、でも足がね、止まってたんだよね。あれ、足が動いてるとまだ違ったかもわかんないけど、足が止まって手だけでいったっていうところで、まあ軽いプレーに見えたし、まああれはもう正面で最悪一つでもよかったんじゃないのかなと。まあその後ね、ワンアウト2、3塁で柳ね、初球、サードライナーね、バッティングは良かったけども、ここスクイズでもよかったんじゃないのかなと思ってね、見てました。しかも初球打っただけにね。はい。で、巨人はね、7回表、スモークね、センター前ヒット。これね、レフトとセンターがね、ギリギリのプレーでちょっと交錯気味にしながら、ちょっとバタバタスライディングタッチでボールがポロってこぼれたのに、セカンド行ってないんだよね。バーッとね。あそこはセカンド行けたよね。ちょっとね、全力疾走。やっぱ外国人選手で言うとね、ソフトバンクのグラシアルなんかね、の全力疾走って結構もう今有名だと思うんだけども、こうスモークね、ちょっと走塁をね、ちょっとバーッとポイントかなと。その後ね、ノーアウト一塁で、ダイソー重野もね、ウィーラーがライトをツーベース打って一気にホームへ。重野、ガーッと、ナイス走塁。ね、まあ結果的に点入ったからあれだけども、あれセカンドまで俺は行ってて欲しかったなと思います。で4回表ね、高松、プロ初打点、ガーッと。この1点ね、非常に良かった。ツーアウト、しかも三塁からのね、こういうところでしっかり取っていくっていうのは非常に良かったかなと。あと、又吉がね、8回、ガーッと。ね。もうドラゴンズ月間 MVP のね、佐々木が選ぶっていうところで、まあ非常にいいね、働きができてたかなと。まあ、ピッチャーもよくね、取れるべきに取ったっていうね、3対2で中日の勝ち、なりました。で、続いて、5月1日ね、6対9で中日。この試合はですね、日テレの配信のですね、ヒットとかホームランとか当てるっていう番組で、解説をさせていただきましてね、試合見てましたけども、なんといってもウィーラーガーッと、ね、4打数3安打2打点1ホーマーね、一時1点差に詰めるツーランホームラン、非常にいい形で振ってるね。まあ、プレーボール直後ね、先頭大島のレフトフライね、ビッグクレダイビングキャッチガーッと、足も動いてるし、ああいうプレーはねチームをね勢いね活性化させるかなと。で、丸はね2三振後交代若林になったところで、若林がその後2打数2安打ガーッと、まあ、こういったところでもね、まあ丸の調整が遅れてることなのか、ちょっとね、そこをまあスパッと変えれるね原監督の采配も素晴らしかったかなと思いますし、それをね変わってた若林がねしっかり結果を出すことによって、またよりねチーム力が上がるっていうね、このヒットも非常に素晴らしかったかなと。まあでもね、坂本が5打数レアンダーとね、ちょっとブレーキになったところが、最後ねもう1点っていうところがねいけなかったかなと。逆に中日ね、小笠原緩急ついてね、グッピッチングね、6回捕まるまでは非常にね良かったかなと。最後ね若干ちょっと捕まってしまいましたけども、あとね藤島ちょっと高間高くね仕留められるたかなと、ちょっとピンチ切れなかったかなと。まあでもその後又吉、ライデン・マルティネス、
完璧、グッピッチ、ね、ここをしっかりね抑えてっていうところでも、まあでもね、言っとき、あのウィーラーがホームラン打った時はねどうなるかと思いましたけども、まあ9回もね、あのワンアウトから木下ね、京田がヒットを打って、で大島のタイムリースリーベース、まあここでね勝負あったっていう形で、結果になりましたけども、まあドラゴンズもね、このビシエドが上がってきたっていうところと、まあ小笠原からね、最初試合をねしっかり締めれたっていうところが勝ちにつながったと思いますし、まあこのガーバー、ビシエドがねちょっと打ち出すとドラゴンズ打線怖いなっていうところもありますし、まあ巨人はねちょっと坂本がねこの日はブレーキになりますけど、ちょっとこうね打ったり打たなかったりだけど、坂本もね2割7分3厘打ってて調子悪いって言われるから逆にすごい。で、まあ、この日はね、岡本も打ってっていう、まあ、ウィーラーも打って、スモークも打って、まあ、お互いね、しっかりとしたバッティングができる中での、まあ、ちょっとしたね、違いでの勝負の分かれ目になったかなと。まあ、結果ね、2勝0敗で中日の勝ち越しになりました。さあ、最後にですね、阪神対広島。4月30日4対2で阪神。そして5月1日で、雨天中止。そして2日7対3で、阪神。阪神の2勝勝ち越しです。はい、30日の試合ね、広島先発クリーね、持ち前のコントロールがねちょっと不安定っていうね、ちょっと相手打線ね状態いいんで、その重圧がね来たかなっていうね、まあコースねつけず、ちょっとストライクボールはっきりして、まあ6四球ね5回109球っていうところがね、まあ物語ってるかなと。非常に珍しいね、ちょっと不安定なピッチングでしたね。阪神はね1回糸原、大山ねフォアボールで、西1塁、サンドがねきっちりレフト前タイムリーね、で2回、中野ねライト前ヒット、で近本フォアボールで、2アウト1塁から糸原ライト前タイムリー、だからサンドの糸原もガッね、で5回大山センター前、サンドフォアボールで、佐藤ライトへの1打点で、梅野センター前の1打点ね、初回からねチャンスをことごとくものにする阪神打線、ビッググッね、でこうやってフォアボールでランナー出してそれを返すっていう、もういい流れすぎて強すぎる阪神で、3回表2アウトでね菊池サードエラーね出塁して、ここでねちょっとバタつくかなと思ったら、梅野ピックオフで一塁ランナー菊池刺す、グワーッ、あのね左バッターのこのアウトコース外に構えて、そうでね前から投げるってあれ結構難しいのよ、そこをねしっかり体を反転させて素晴らしいね、スローイングで、あれね左バッターが影になってランナーからキャッチャーが見えないのよ、だからランナーもびっくりしたぐらいで帰るけど間に合わず、梅ちゃんガッとね。で広島はね6回表代打ね田中ライトへツーベースで、菊池がね三振で、初期、セーフティーでね秋山ジャックスね、でワンアウト1、3塁で続き6、4、3ダブルプレー、まあ、これね外のコントロール抜群、秋山グワッとよく踏ん張ったけど、ここで広島行きたかったね、ここがねちょっと広島にとってはキーポイントになったかなと。でね阪神秋山はね、無四球2失点ね、7回3分の1 94球ね、逆にクリと違って秋山ね持ち味出して、しっかりね持ち前のコントロールで非常に素晴らしいピッチング、このね6回のチャンピンチね、ワンアウト1、3塁鈴木に対してもねアウトコースキワキワのところを投げてね比較させて6、4、3ダブルプレー、非常にね素晴らしいピッチングだったかなと。秋山ゴピッチね、で1日ね雨天中止になって、そして5月2日ね、7対3、阪神の勝ちですけども、この日、阪神、佐藤、4番サード、確か107台、阪神、4番でね、5打数2安打、5打点1ホーマー、佐藤、ガーッ、グバッティングね、5回裏、満塁ホームラン。でもね、この満塁ホームラン、1打席目、チェンジアップ三振、2打席目、チェンジアップセカンドゴロ。だから、カープバッテリーは、チェンジアップいっときゃいけると思ったんだよね。しかも投げたボールもそんなに悪くなかった、若干真ん中寄りだったけども、あのバッティング素晴らしい、ガーッとね、本当に打つときも打たないときもフォームが変わらないのはもう感心するくらい素晴らしい。でなんといってももっと良かったのが、その後の6回裏のワンアウト満塁でレフト前タイムリー、あのインコを詰まりながらも押し込みね、しっかり押し込んだことによってレフト前に持っていける、あのレフト前がさらに素晴らしい、これはねやばいね、すごい選手になるかもしれない。それは大山ね簡単に休ませれるね、まあチームがね強かったんで、この佐藤をね我慢して使えたっていうところもありますし、この矢野監督のね我慢とですね、コーチ陣のね我慢っていうのも非常に生きたかなとね、こうやって頑張ってくれることがねみんなが幸せになるっていうね。で守備もですね8回表ね三塁線守備もね肩もガーッともういいとこずつくめ、もう明日とか、まあ今日か、もう東京でも一面あるんじゃない、いっぱい、関西ではもう全市一面ね、素晴らしい。広島コルニエル6回裏ねノーアウト1塁で、板山のバントね、もうピッチャーゴロかっていうぐらいの強いバント2塁悪送球バーッと
しかもバンドと思ってもマウンドも降りてきてもだ、ずっと止まってた。苦手なのかな。でその後ね、近本、ショートのね、ショートほどのね、よく取ったけども二塁にショートバウンドで、まあ、菊池取れる、あれは取れないよ、あんな近めからで、セーフね。あれなんで三塁ランナー帰ってこなかったの、あれゴロストップだったのかな、まあ、ゴロストップだったら帰れないんだよね。でその後ね、マルテで打席、坂倉パスボールバーッとね、でマルテフォアボールでね、で佐藤のねこうヒットにつながるんだけども、ちょっとミス、ちょっと大次だね、このイニングね。やっぱその3つもミスしてたらそれはもういきなりいかれちゃうよね。でも広島もね、攻撃陣非常に良かったのよ。だからもったいないのよ、この6回のね、失点2点っていうのは。まあ3回もね、菊池がヒットを打って、初木がバントで送って、鈴木誠也がねしっかりヒットを打つっていうね。でこの後ね、あのサンズが飛んでるバーッとね、で三塁まで行って、この西川でこれもう1点ね、ここ取っときたかったなっていうね、ここ1点止まりっていうところもちょっと攻撃では痛かったし、あの4回の時もね、ワンアウト満塁で菊池のショートゴロね、ヘッドスライディング出てるやん、気持ちが、しかもすごいうまかったし、でそれでねしっかり1点取ってね、でまあ2アウト1塁でね、まあその後初木がね打てずんで、ね、で5回でもクローンのねタイムリーヒットっていうところで、まあフォアボールで出塁して、いい形の攻撃カープできてるだけに、この6回のね2失点が痛かったかなと。でまああとは阪神リリーフ陣ゴーッとね、今回もねガンケルはねちょっと不安定だったかなっていうところもありますけども、まあしっかりね5回3失点でまとめて、その後ね馬場、小林、岩佐、岩崎、スワレス、完璧、グッピッチ、これがまた阪神の強さよ。先発が良かってうまくいきました。ちょっとバタつきます。中継ぎ早めに出して完璧に仕上げます。チャンスは全てものにします。ガーッ。これどうなんだろうね。この先、まあね、しかもジャイアンツが2連敗してる中、阪神2連勝だから非常に大きな、勝ちにつながったんじゃないのかなと思います。さあ、ということで、全試合総チェックやってきましたけども、ここでお知らせがあります。ただいま夜中の2時40分です。頑張ります。ね、明日、デーゲームだから、今撮って、早めに編集出して、これも試合開始までに出るかどうかわかんないけど、スタッフ一同、頑張ってますね。ちなみにセリーグね、阪神、2位巨人と 3.5 ゲーム差。わーっと結構開いてきたね。で、パリーグはね、楽天にソフトバンク1ゲーム差、そしてロッテも1ゲーム差、西武1ゲーム差、オリックス 0.5 の日本ハムに、ということです。結構ね、ギュッと詰まった、試合になってくるかなと。まあ、明日からはね、の試合、ロッテ対ね日本ハム戦は中止というところで、であと、阪神対ヤクルトも、試合がね延期されたっていうところで、まあ、5月3日の試合ね、中日 DeNA の、試合、梅津予告先発、里崎推しの梅津です。梅津頑張れ、マジで頑張れ、応援してます個人的には。はい、あとピープルズ、今季初先発かな、この初先発同士がどういうピッチングするのか、あと DeNA 打線がね上がってきてるから、こっから DeNA の逆襲がね見えるかも分かりませんね。これを梅津をね飲み込むのかどうなのか、あとは DeNA のガーバ、ビシ、エドがねどういう戦いを見せるのか注目ですね。で広島大巨人、森下畑ね、森下がまたいい感じになってきたんで、巨人はねもうこれちょっと連敗ね、したくない。まあ広島もね連敗中ということで、どっちが連敗脱出するのか、あとまあ西武ね、ダーモディ初先発かな、あと宮城が、胃腸炎からね復帰登板、どういったピッチングをするのかも、あと首位争いね、新保と滝中、ソフトバンク楽天とかでもね、まあソフトバンクねこれ以上引き離されるわけにはいかないっていうところで、どういう戦いを見せるのか注目したいと思います。さあ、ということで先週のベストライン発表したいと思います。パリーグからピッチャーオリックス山本ミスターパーフェクト、キャッチャーソフトバンク甲斐、5番打者ファーストオリックスモヤプエルトリコ、セカンド日本ハム渡辺直球破壊王子、サードオリックス宗、守備グッド、守備がいいとバッティングもいいよ、ショート西武源田安定感、レフトロッテ角中まだまだ吹けるのは早いよ、センターロッテ荻野現在最多安打タイ、ライトソフトバンク栗原週で9安打すごい、 DH ソフトバンク柳田ゲイト、特別賞あります、楽天ノリマート5ピッチ。続いてセリーグ
ピッチャー広島森下プリンス、キャッチャーヤクルト中村2番打者、ファースト中日ビシエドキューバ、セカンド広島菊池、佐々木チャンネル4月月間 MVP、 サード巨人岡本、二代目若大将、ショート広島小園、バッティング守備頑張れ、レフト巨人ウィーラーターキション、ダイバオセンター巨人梶谷、もうすぐ3割ライト DeNA オースティン、躍動してます。セリフ特別賞阪神岩崎安心感、 DeNA 山崎復活、以上になります。さあということで、まあ、ゴールデンウィークね真っ只中ですけども、皆さんプロ野球とそして佐々木チャンネルをセットで見ていただいて、より野球に詳しくなってくださいということで、皆さん長い時間お付き合いありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンお願いします。皆さんの視聴回数とチャンネル登録グッドボタンが佐々木のやる気を増やします。皆さんご支援お願いします。さあということで、ね、今日からまた試合、ちょっとねロッテ対日本ハムはありませんけどもね、皆さんの大好きなプロ野球が楽しめますように、要チェック。